どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマはこちらということになります。選挙制度という形になります。選挙制度。まず選挙制度の特徴というのを皆さんしっかり見ていきましょう。衆議院議員選挙について見ていきます。衆議院議員選挙と参議院議員選挙で覚えなきゃいけないシステムが違いますので、ここのところをしっかりと見ておきましょう。衆議院議員選挙の場合のやり方っていうのは、小選挙区比例代表並立制という形になります。いいですか？小選挙区比例代表並立制ということになります。つまり、前回もお伝えした通り、小選挙区制度。一人の選挙区に対して、一人の当選者。そして、比例代表、票数を持った党が、その分に割り当てられて、当選者が決まる。というやり方ですね。この二つを皆さんしっかり覚えておいてください。いいですか？小選挙区比例代表並立制。そして、衆議院議員選挙。この日本が要するに、日本というか衆議院議員選挙が要するに小選挙区比例代表並立制で動いているというふうな形になっているわけです。よろしいでしょうか？つまり衆議院議員選挙の特徴ってのは小選挙区制であったり比例代表並立制であるという二つのシステムによって動いているというふうな形になります。よろしいでしょうか？というわけで、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。